人に未来に続く力を。はじめまして、オール日本リノベーションの小林太也と申します。で今日私は沖縄県の沖縄市のコザに来ております。ここコザにも私たちは拠点を置いて活動しています。沖縄市では子どもの貧困や介護などさまざまな問題を抱えています。私自身10年前から給付型奨学金、子ども家庭庁、そして18歳選挙権の実現にずっと関わらさせていただいてきました。そんな中思います。まちづくりになっていくのは子ども、そして若者である。だからこそ子ども、若者が主役となったまちづくりというのを全国で支援させていただいています。子ども、若者だけではありません。寄り添わなければいけない小さな声というものを私は大事にしています。どんなプロジェクトもコミュニケーションです。地域の方々が課題に思っていること、将来目指したい姿、そこを私たちが吸い取りながら、吸い上げながら政策を立案し、実行していく時も必要なものを必要としている人に届けるためのコミュニケーション、これが私たちが支援させていただいている取り組みです。地域の課題に全力で頑張っている地元の方々を全力で応援したい。私たちは PR の力でデジタル田園都市国家構想とともに幸せな地域づくりを支援してまいります。皆様と一緒に活動することができることを楽しみにしております。ニュースの裏側には私たちがいます。私たちの仕事は PR の力で頑張る人を支えることです。オール日本リノベーション。